時に五冠末、政治は腐敗し世は乱れ、民は困窮を極めていた。ここで決起したのが張覚率いる黄巾党である。黄巾党は政権に不満を持つ民衆の支持を大いに集める。官庁への反乱の炎はたちまち燃え上がった。黄巾の乱の鎮圧に手を焼いた官軍は各地の諸侯に出兵を要請する。救国の志か天下への野心か、それぞれの思いを胸に英傑たちの時代が幕を開ける。